人、物、金をテキサスへ、昨夜は私が取締役を務めるアイラーニングの加納社長のご手配で、衆議院議員の島尻愛子さんと、元宜野湾市長、次期沖縄県知事最有力候補の佐喜眞淳さん。 と交えてですね、いろいろと熱く語り合いました。島尻愛子さんは山の八百です。彼女は内閣府特命担当大臣として、沖縄および北方対策であるとか、科学技術,技術政策、宇宙政策等を担当していました。彼女はもともと、 仙台のご出身なんですけどもカリフォルニア州のハハンンンディングトンビーーチハイスクルそのあと大学を出たあにシェアソン・リーマン証券今のリーマン・ブラザーズに就職されて2004年でしたかね那覇市の市議会議員として、まあ、欠席が出てですねそこに民主党として当選しました。 そのあ二2回当選したんですけども再選した時に民主党を離党して2007年の参議院選挙の補欠選挙に自由民主党と公明党の推薦を取ってですね見事に参議院議員になられましたで自民党に所属されたんですけども3選目ならずでですねそのあ議員は離れたんですけども 内閣府大臣補佐官等を務められて、えーまあ、この度ですね、まあ、去年衆議院議員になられました佐喜間さんは火、えー、の九死なんですけども、まあ、最初は宜野湾市の市議会から始めてですね、えー、それから次には沖縄県の議員になられてで2012年から 市長としして活躍されましたで前回の知事選に出るために、まあ、市長を辞めてで、まあ、残念ながら <laughs>、まあ、玉城デニーさんに <laughs> 敗れたわけですけども、まあ、今年の、えー、沖縄県知事選挙、まあ、必ず勝利すると思いますまああの二人ともですねほんとに、まあ、海外にも明るくて、えーまあ、佐喜真さんはフランスに8年ほど留学された 経験もあり、えー、まあ島尻さんはまあカリフォルニアにいたということもあってですね、まああの国際感覚も、ま、非常に豊かです。ま、そんな中今のこのロシア・ウクライナ情勢であるとか沖縄のまあ立ち位置、日本のあり方、まあそういった話を、えー、まあ他の人も交えてですね、ま、熱く語り合うことができました。本当にですね、あのまあ何時間もまあ結構こうお酒も入りながら熱く語ったんですけども。 ああいいいった素晴らしい政治家が沖縄にはいるんですね、えー。これから沖縄沖縄なんといってもですねアジアの玄関口でもありますし台湾に近いということで、えー、防衛関係でも非常に重要な場所になっていますそんな中お二人とも危機感も持っていらっしゃいますしこれからの日本について熱い思いを持っておりそれをですね もう延々とこうぶちまけたという感じでした。私は今晩日本時間の今晩ですね。日本時間の23時から、まあカリフォルニア州では朝7時から倫理法人会のモーニングセミナーで講話をさせていただきます。そのアイラーニングが管理運営しているヤンバル学びの森に泊まってですね。 その大自然の中から、えー、講やんばるというところは、まあ、世界自然遺産に去年になったんですけども、えー、ここもですね沖縄県民が、えー、米軍がそこにこの射場というか、ね、射撃場ですねを作ろうとするのを村民がですねこう有刺鉄線を越えてバリケードを越えて、えー、守って 今の自然があります。そんな話も含めてさせていただきたいと思っています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。